여러분 안녕하세요. 슈즈입니다. 하이미나선 とりあえず 天気가 暑いので コンビニで コーヒーでも 買いますね. 한국の コンビニは こういう 2+1 とか 1+1が 多いですね. これはいいですね. はい皆さん 私の チョイスは ごくごく飲みたい と思って. たら 한국の バスは 乗客が 座る 前に 出発するので 皆さん 気をつけてください。 皆さん 私は 今 ソウル なのです。 ここは 경복궁 っていう ところですね。 はい。 皆さん 多分 私が 知ってる 限りは ここが 多分 日本の 大使館 です。 それで ここ 後ろに 日本の 国旗が はい。 たまたま ここの 近くに 慰安婦像 があると それを 知って その 前を 通ってきましたね。 でも 結構 警察が 多くて 撮影は できませんでしたけど なんか 私が 思ったのが あの 像に 何の 意味が あるかな と思いましたね。 한日の 人々は あの 像に まるで 神様の ように 触っちゃ ダメな そういう でも ただの 像で そして その 人々に 聞きたいのは 一体 加害者が 誰ですか って 聞きたいですね。 ただ 不文明に いつも 日本 って言いますけど 日本っていうのは 何ですか? 日本の 国家かな? それとも 政府? それとも 安倍総理? それとも 誰? ただ 反日を利用して お金を求めてるようにしか見えないですね。 そしてそれが事実ですし。 私が慰安婦像の前を通ってみますね。 でも ちょっと警察とか多いので ちょっと私は警察から見られることじゃなくて 誰にでも見られたら 恥ずかしくて 撮影ができないですね。 でも私は皆さんに ちょっとお見せしたいと思いますので この前を通ってみますね。 あの像の周りに 5人ぐらいが座ってますね。 そして ここが多分 あのニュース新聞社の 会社の前なので 記者さんもいますし はい。 それで こんな感じです。 こんな感じ。 皆さん全部警察の車ですよ。バス 多分ここで反日のデモとかがありましたね。 はい皆さん私もいつも思いますけど 歴史ってそもそも人間が書く記録じゃないですか。 だからもちろん国によって違う記録になりますし もちろんそうですけど でも韓国はそれがちょっと行き過ぎて 本当に正しい歴史じゃなくて すごくめちゃくちゃ反日の歴史を作って それを政治とかいつもそれを利用して 日本からお金もらってもまた慰安婦の話。そして本人じゃなくて政治家がそういう話出すんじゃないですか。それとも本人以外の人々がいつもそれを利用してですね。個人的に慰安婦像の存在がいらないと思います。はい、ってことで。 자네.